タテチンチャンネルへようこそ。タテチンでございます。いやー、夏といったらスイカでございます。スイカ割り。いやー、スイカ、よし、スイカ割りしたいな。よし、スイカ割りしましょう。よし、よし、当たったね。スイカ割り楽しいです。夏の風物詩といえばやっぱスイカ割りでございますよ。でね、なんと、新しいアイスが出たんでご紹介しましょう。これがこちら、じゃーん、ロッテ爽スイカ味ということで、こちらロッテの爽からね、いよいよスイカ味が発売となりました。やったーね。こちらね、まあ、爽ね、皆さんね、食べたことあると思うんですけれども、なんとスイカ味ということで、いよいよ出ましたよ。うん、はい、早速ね、食べていきましょう。でね、これね、塩をかけても美味しいよってことでね、早速食べていきましょう、はい、じゃあね、食べていきましょう。ちょっとね、溶けちゃったんだけどね。うん、うん、あ、美味しいです。じゃあちょっとね、塩をかけてやる。あ、この層でスイカ割りしましょう。こちらの層、スイカ割りで、スイカ割りで、スイカ割りじゃねえや、ロッテの層、スイカ割りで、スイカ割りをしたいと思います。はい、じゃあね、スイカ割りいきます。よし、いくぞ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ダメだ、悔しいんで、こちらの層でスイカ作ります。じゃあね、早速スイカ作っていきます。よいしょ、だいぶね、よし、こんな感じでスイカできました。よし、これでちょっと冷凍庫に入れて一晩寝かせてみたいと思います。よし、こんな感じでスイカなってみました。これね、スイカ、もうスイカじゃねえし、スイカじゃねえし。よし、じゃあいただきます。硬い、硬い。うまい。これはね、もうスイカですよ。もうスイカでしか、スイカでしかないですよ。もうスイカです本当に。うん。塩をかけても、味の素をかけても美味しいと。こちらのね、ロッテの爽スイカ味でございます。はい、ということでね、こちらのロッテの爽スイカ味、スーパーやね、コンビニさんなんかに売ってるんで、よかったら食べてみてくださいということで、こちら今日はロッテ爽スイカ味のご紹介でした。また、この動画が良かった方はチャンネル登録、グッドボタンお願いします。